僕フォルテ。おはようございます、マッチョ。フォルテです。シャキーン。本日は最近ショパンエチュードをまあ常に弾けるようにしたいなと思ってるんですけども、なかなかやっぱりね、思うように弾けません。理由は簡単。難しいの。そうです。めちゃくちゃ難しいんです。まあ、木枯らしとかは、やっと指にはまってきたんですけども、多分これを弾かなくなると弾けなくなります。というわけで、皆様の大好きなあの曲、革命を多分3、4ヶ月ぶりに弾いてみたら、どのくらい下手になってるのっていうわけで、洗いざらい公開していきたいなと思います。革命自体は、約半年前ぐらいに収録をしたんです。秋に収録したんですけども、まあそこから、まあちょこちょこ弾いたり弾かなかったり、でも練習みたいなのはね、ずーっとしてなかったです。っていうのもストリートピアノでリクエストされた時に、まあちょろっと頑張って弾いてみるかなっていう感じで、ちょっとボロッとなりながら、無理やり弾いたっていう感じだったんですけども、この本当に半年くらいは練習すらしてません。新しい曲を、まあ、譜読みとか、新しい CD の曲とかを練習してたら、やっぱり、もう、ぽい。ぽい。僕の頭の隙間を埋めるのは、やっぱりもう限界があるもんで、やっぱ弾けなくなるためには他の曲を犠牲にするっていうのがね、僕のパターンでした。ですので、まあ、今日は、ちょっと、久しぶりに通してみたいと思います。さてさて、どのくらいできるのかっていうのが、今日の検証企画です。半年ぶりに、きちんと、通してみたいなと思います。途中止まっても許してね。Thank you.
になっちゃったわ。やだわー、マジで。はぁ、ふざけんなよ。結構泣きそう。何のために俺はピアノを弾いてんだって、結構本気でなっています、今。ああ、そう以上に弾けねえ。いや、正直ね、避けてました。自分、このくらい弾けなくなってんの分かってました。っていうのも、ちょっとね、いつだったか忘れたけど、生配信した時に革命って言われてさ、弾いてみたんですよ。で、途中で、なんか弾けないような予感がして、ごめんなさいってしたんですけども、まあそこから、もう目をつむってました。しかし今日、やってみました。どうでした?これが、人間です。僕は人間です。これ結構ガチで、本当に弾けなくなってました。正直、今こうやって動画撮るのも泣きそうなぐらい悲しいです。僕のレベルはこんなもんです。結構マジで悲しい。どうしよう。ああ、頭が狂ってきた。もうなんでこんな弾けんの?やだ。もう最悪。ちょっともう一回だけちょっと苦手なところからやってみたいと思います。ちょっと発狂今日はしますね。あーもう弾くのも嫌だ。もうどうしてこんなことになってんの。左手が全くもう誰の手これ。やりましょう。皆さん、どうでしたか?悲しいですよね。これが、結構リアルな僕の実力です。わー、実って下手くそになってましたね。ちゃんと弾いたのこと自体が多分半年ぶりぐらいなんですけども、半年間でこんだけ下手くそになるんだなと改めて痛感させられました。だからこそ、ピアノっていうのは毎日の練習が大事です。だけど、毎日の練習は大事なんだけど、半年ぶりの曲とかをされようとぐっちゃぐちゃになります。特にショパンエチュードとか。結構ね、他の曲、対曲とか、まあなんかざっくりとかだったら弾きやすいんだけど、ショパンエチュードみたいなテクニック中心?テクニックが難しいもの?
うん、特に左手とかが動かなくなってたりとかするので、やっぱどうしてもこのような結果に僕はなってしまいました。なんで革命やったかというと、まあ今練習してたんですけど他の曲を、なそういえば生配信中に前革命って言われたから、もし今後また言われた時のためにちょっと革命弾いてみようっていうので撮ってみたら超下手になった。半年ぶりに弾いた超下手になってた。本当にありえないぐらいに下手くそになってたので、皆様に情報を共有させていただきました。ここまで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録お願いします。Twitter、インスタやってますのでチェックお願いします。革命はねちょっとまたね必ずレパートリーに入れたいなと思ってるので、ちょっとねこんな感じでこそこそ練習やってみますので、どうぞ今後ともお付き合いください。お願いします。というわけでバイバイ。見てくれてありがとね。よければグッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボーイ、マッチョ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 。